向けて7位につけました。男子の最後の種目 3000m、 カナダのマルク・ガニョンが連覇に向けての最後の種目になります。そして日本の寺尾も2種目目の 500m で銅メダルを獲得しましたので、ファイナルポイントを得ています。見事に8位以内に入りまして、この最終種目に名を連ねてまいりました。さあ、この一つ前の種目 1000m では不本意な予選敗退でした寺尾悟。最後の 3000m、 さあ相手を伺うようにゆっくりとしたスタートになりました。最後の 3000m、 韓国のキム・ドンソン。このキム・ドンソンがまだ高校生という若さなんですが、3種目終わって総合ポイントで8ポイント取ってトップです。それに続きまして6ポイントのカナダの連覇を狙います。4度目の優勝を狙うというマルク・ガニョン。そしてカナダのデリック・キャンベルは 500m を制しました。イタリアのファゴーネ、さらには中国のフェン・カイ、韓国のイ・ジュンファン、日本の寺尾、そしてイタリアのビレルミンです。ここまでご覧になりまして河合さん、はい、有力とされていたイタリア勢がやや元気がないんですね。そうですね、得意の短距離種目で思ったほどは良くないです、はい、あ早くもここでスピード上がりましたね、イージュンファン選手。韓国のイージュンファン、これ作戦ですね。そうですね、ややこの場内もざわめいています。キム・ドンソン選手は、2位以内に入れば総合優勝確定ですから、はい、それほど慌てずにもう後ろついていくだけですね、はい、逆にマルキ・ガニョン選手はもう優勝しか、総合優勝に方法がありませんから、はい、もう追わざるを得ないということですね。まあしかしこの今先頭に立ちました108番のマルク・ガニョンの準決勝までの戦いぶり、レースの駆け引きなんか見ていても本当にうまいですからね、はい、ここでまた出ましたよ、イ・ジョンファンがまたここでスタートをかけます。残り12周から11周になりました。韓国のイ・ジョンファンが何度も中間ダッシュ、このように前に飛び出します。飛び出してはまた後ろから追いつかれるという展開。2番手につけているマルク・ガニョンのペースを乱そうというようなそんな滑りを見せます。そして3番手に韓国のここまで総合ポイントトップの17歳、キム・ドンソン。キム・ドンソンはずっとマルク・ガニョン選手の後ろで力を貯めてますから、なるほど、次のスピードアップした時にはもう一気に行ってしまうかもしれませんね、はい、ここでトップ、薄い水色のまたイタリア勢が出ましたが、139番のファゴーネ。日本の寺尾も先ほど一度トップに出ました。ここでまた寺尾がトップを伺おうと前に出ます。176番、日本の寺尾はここまで 1500m 準決勝敗退、 500m は決勝に残って見事銅メダル、 1000m は予選敗退。最後の 3000m で寺尾どんな滑りをこの後見せるか。ここでガニョンが先頭に立ちました。だいぶ動きが激しくなってきましたね。激しくなりましたね。残り7周から6周。寺尾選手はあんまり力使ってませんから、はい、可能性あると思いますよ。現在中国のフェンカイがトップ、はい、やはり目まぐるしくトップが入れ替わる。寺尾がここで大きく膨らんでロスしました。寺尾がロスしてしまいました。フェンカイトップ、1人イタリアの選手、139番、タゴーネが転倒、防護マットに叩きつけられた。さあスピードが上がってきた。フェンカイがまだトップです。そしてキム・ドンソン、キム・ドンソンが行きます。そしてマルク・ガニョンも行く。マルク・ガニョン選手強いですね。もう全部追っていたのにもかかわらずこれだけ滑るとはちょっとすごいです、さあマルク・ガニョンは総合4度目の優勝をかけます。キム・ドンソンは初優勝をかけます。さあまだ展開がトップ。キム・ドンソン選手力余ってますから。残り2回、さあマルク・ガニョンがトップに出るか、どれか。キム・ドンソンがトップに出た。キム・ドンソントップに出た。高校生キム・ドンソン、あと1周。キム・ドンソン総合優勝が続いてきた。テラオが2位、テラオが2位、テラオが2位だ、テラオが2位だ。キム・ドンソン優勝だ。キム・ドンソンが今優勝。テラオ第2位に入りました。キム・ドンソンは 3000m 優勝、同時に総合優勝を決定づけました。そしてテラオがこの 3000m 見事に第2位に入りました。テラオ君あれだけ遅れた後もよく頑張りました。いや頑張りましたね。寺尾がこの 3000m で第2位、銀メダル獲得です。